はいこんにちはレトスノの大野です1月14日の3問に入りますえ連帯保証人が債務を承認するとしたる債務者の債務の時効は更新するマルかばつかという問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいえ答えは 誤りですね、したる債務者の債務の時効は更新しません。連帯保証人が承認をしたとしても、債務の承認をしたとしても、したる債務者に影響は与えません。これは相対抗と呼ばれるものですね、つまり、したる債務者の時効は更新しません。えなので、誤りだということですで。この問題は本試験でも優しい問題に入るんですね、優しい部類に入ってきます。 ただ、理解していない人が、まあ、ほとんどなんですね。なので、この点はちゃんと理解しておきましょう。理解しておかないと、本試験になったら大体頭真っ白になって、似たようなポイントと、えー、混乱してくるんですよ。え昨日の問題は絶対行だったんですね。で今日の問題は相対項なんですよ。このように、もうごちゃごちゃになってきちゃいますので、ちゃんと理解をしておくと。そうすれば、ボンミスもしないですし、また応用問題とかでも解けるようになってくるんですね。なので、ボンミスしないためにも、また応用問題が解けるようになるためにも、理解をしておきましょう。 で、どのように理解するかについては、個別指導で解説させていただきます。今のうちから応用力をつけておけば、今年の合格の確率もぐんと上がります。後で焦らないようにするために、今のうちから試験対策をしておきましょう。個別指導については、この動画の下の概要欄に URL を貼っておきます。ご確認ください。で、問いにですね、重要事項説明です。建物の貸借の媒介において、水道、電気及び下水道は、完備、 年月は未整備である旨説明したがその整備の見通しまでは説明しなかったこの場合媒介した宅建業者は宅建業法に違反する○か×かという問題ですね答えは丸です宅建業法違反です35条書面の記載事項は苦手な方が非常に多いんですねでも理解していけば答えは導けるようになりますで今回はそれを体験していただきたいと思います 飲料水、電気、ガスの供給並びに排水のための設備これの整備の状況っていうのはライフラインに関する内容ですよねこれは宅地建物の売買交換あと貸借すべてにおいて重要事項説明書の記載事項となっておりますそしてこれらの設備が整備されていない場合においてはその整備の見通しおよび整備についての特別の負担に関する事項を説明しなければなりません この点について、ちょっと考えてみます。あなたが借りる予定の建物。これにですね、排水設備が付いていなかったら、どうしますか、まあ、排水設備が付いていないってことなんで、まあ、下水道とかがないということです。そうなってくると、お手洗いとかこれ水流せないんですね。そうすると、まあ、庭に掘って埋めると。まあ、それしかないんですよ。こうなってくると困りますよね。だから、借りる前に、重要事項として説明が必要だということです。 でこれは土地を買う場合も同じなんですね。これ知っておかないと、買った後に排水設備の工事費が後でかかってくるって言ったのでは、これ困りますよね。だから売買であったとしても、貸借であったとしても、すべてにおいてこれは説明しなければいけないんだということです。まあ、理由が分かれば答えって導けるんですよね。個別指導ではこんな感じで理解をしながら学習ができるから実力が上がるということです。 で個別指導については、この動画の下の概要欄,です、ね、概要欄に URL 貼っておきますので、えー、ご確認いただければと思います。では、問い3です、都道府県知事は、造成宅地防災区域について、擁壁等の設置、または改造、その他宅地造成に伴う災害の防止のため、必要な措置を講ずることにより、当該区域の指定の自由がなくなったと認めるときは、その指定を解除するものとする。 丸かツかという問題です。で、答えは、これ正しいですね。造成宅地防災区域につき、擁壁等の設置、改造など、災害防止のため、必要な措置を講ずることにより、指定の自由がなくなったら、まあ、つまりもう安全と判断されたのであれば、知事は造成宅地防災区域の指定を解除します。造成宅地防災区域に指定しておく意味がないからですよね。 これは少し考えてみたら当然の話です。そして個別指導では、宅地造成等工事規制区域と造成宅地防災区域の違いまで解説しております。この2つはイメージできるとすごくわかりやすいんですね。なのでイメージをしながら学習するイメージ学習法を使うと効率的です。そして本日は、独学でできる理解学習の仕方とはという動画をアップしておきましたので、 理解学習ができないと、また今年の試験も落ちてしまう。そういったことになりかねません。なので今のうちに理解学習ができるようにしておきましょう。理解学習ができれば今年の試験も合格できます。諦めずに頑張っていきましょう。レトスのオノでした。